飛んだ。上手を取りに行った、上手を取りに行きました。回る、回を見回る、後ろへ追加。技のデパート、元小結舞の海、誰よりも相撲を愛した土俵人生でした。ちょうどこの頃から幕内最重量小錦との対戦が毎場所のように組まれ、ファンの注目を集めました。さあ立ち合いです。左の下手は取りました。一を取りました。打ち掛け、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 舞の海。山の小錦、音を立てて土俵です。これだから相撲は楽しいです、面白いです。やはりこう周りから注目されますから、なんとかしてこう期待に応えたいという気持ちが半分と、あとはもしかしたらこの一番でお怪我をして相撲生命が終わるんじゃないかなという気持ちが半分ありました。とにかくじっとしてていられるともう動かせないもんですから、とにかくまあ動いてほしいなという気持ちですね。立ち合いです。押して、ああ舞の海の勝ち。下手投げ、舞の海の勝ち。今の決まり手は下手投げ、下手投げで。相撲は始まってます。あれ珍しい形になりました。珍しいですね。入った、回った。送り出し、舞の海の勝ち。これはもう小錦どうすることもできなかった。背中についた、送り出しました、舞の海の勝ち。いや参ったな、そんな表情に見えます小錦。するりと幕の下から背中。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して舞の海の勝ち。平成8年7月名古屋場所、ついに恐れていたことが起きてしまいます。小錦は上手を引いています。ガブル舞の海、体重差が174キロ。さあ小錦出る、下手ひねり、舞の海の勝ち。おっと舞の海膝を押さえています。大丈夫か。とにかくその勝負がついてさっと立てない、自分がもう恥ずかしくて恥ずかしくて、とにかくもうそのお客さんにこう知られたくないっていう気持ちが強くて、小錦の274キロの体重が左足にのしかかる形となり、膝の靭帯を痛めてしまったのです。この怪我で休場を余儀なくされ、5年ぶりに十両陥落となりました。入院して気持ちが落ち着いて冷静になって相撲のことを考えた時にはもう絶望感で真っ暗でしたね。まあ気持ちもこうめげてるし、ひねくれてるし、そう励まされるたんびに、もういいだろうと、もう勘弁してくれよと思ってましたね。もう楽になりたいよと。でも、毎日毎日こう過ごしているうちにその気持ちがやっぱ変わってきましたね。
ようやく怪我も癒え、幕内復帰を果たした平成9年夏場所、3日目に因縁の小錦戦が組まれました。小錦さんとまた対戦するところまでもしかしたらいけないんじゃないかと思ってたもんですから、本当にあの土俵の上に立って小錦さんと、まあ、宣言時間いっぱいまで仕切りますよね、うん、あれがものすごく感激でしたね、うん、ああやってきてよかったと、うん、送り出し舞の海の勝ちです。